こんにちは、シマコーポレーションです。今回はボッシュさんのバイターボシリーズから GBH18V45C のハンマードリル、こちらを紹介します。まずバイターボとは何ぞやと思うので簡単に説明します。バイターボとは通常のモーターにネオジウム磁石と呼ばれる磁石の中では最も強力な磁石を組み合わせた最強のモーターに、こちらの 18V のプロコアバッテリーの 8A か 12A を組み合わせれば高度式を超えるパワーとスピードが手に入るのがこのバイターボになります。そんなバイターボシリーズからこちらのハンマードリルについて話しさせてもらいます。パワーが高度式 1500W 機並みのハイパワーで 12.5J の打撃力、そして最大でドリルビット 45mm、 コアで 125mm といった穴開け能力をこちら実現できます。切りの軸は SDS MAX になります。そしてですね、ユーザーインターフェースといって、こちらで本機の状態を確認し作業に合わせたモード選択ができるモードが3つあります。1つはオートモードといい、本機のパワーを十分に使えるモードになります。次にソフトモードといい、スタート時急に回らずゆっくり回り始めるため、穴開けの位置決め等が、しやすいモードです。ただフルパワーで回ることがないモードにもなっています。3つ目がフェイバリットモードといいます。Bluetooth で携帯とつなげて、お好みのパワーを調整できるモードになります。もちろんキックバック防止などの、安全機能しっかりついている電動工具になります。ここでデモ機を実際に使ってみたので穴開け時の動画をちょっとご覧ください。はい、こんな感じで簡単に開くことができました。とですね、初売りでの動画もあるのですが、スイッチを押したままロックして外ることもできるので実践してみたので、合わせてちょっとそこの方もご覧ください。てな感じです。で、少し僕からの使ってみた感想ですが、まずすごく低振動でした。で、負荷がかかった状態の時、僕への負担がすごく少なくて、とても穴開け時も外る時もすごく楽でした。外る時にロックボタンを押してロックして外る時もとても便利で良かったなと思います。で、バイターボのシリーズはハンマードリルだけでなくまだまだたくさんありますので気軽にお問い合わせください。ということで、ご清聴ありがとうございます。